ただいまより、アップコン株式会社様の上場通知書授与式を始めさせていただきます。これからも我々の独自の方法を全国に広めていく中部地域、関西地域をまずは、世界的認知度を高めて、そして全国に広めていこうと。松戸様、銘柄プレートの取り付けをお願いいたします。12月26日にネクスト市場上場したんですけれど、前 の特定市場から一般市場に来たということで、株主様、投資家様がもう毎日見てるぞというところにおいては非常に緊張感がより増してきたなと思っております。ただ緊張感、責任感だけではなく、まあ、今はこうやってやろうという気持ちが非常に強く湧いてきたなというところです。本日はアップコン株式会社名古屋証券取引所ネクスト市場上場の記者発表にお越しいただきましてありがとうございます。上がった部分に関しては利益幅が大幅に上がってくるということです。ポリオールと、先ほど申したポリオールとイソシアネット2液、どちらも石油製品なんですけれど、これを決まった分量、こういうものが、下に入っていくことによって、軽くて最沈下のリスクが絶対下がらないというのです。最沈下のリスクが非常に少ない。それがコンクリートだったら片手で持てない。重いですよ、コンクリートだったら。上場会社の一員だよというところ、そこはやはり意識して、自信を持つと同時に責任感、上場企業としての責任感を感じつつ、これからもお客様の地盤沈下で困っているお客様のためになる企業として、いい仕事をやっていってもらいたいなと思っています。